こちらが今日お披露目された記念のヘッドマークです。3の数字が3色のグラデーションで描かれ、瀬戸大橋を渡る時の広大な海をイメージしています。記念のヘッドマークはマリンライナーの先頭車両に取り付けられ、高松駅長の合図とともに岡山に向けて出発していきました。ヘッドマークは今後マリンライナーのほか、特急潮風や特急南風などの一部の車両に取り付けられます。 JR 瀬戸大橋線は1988年4月10日に開業し、この春利用者が累計3億人に達する見込みということです。オーバーかもしれませんが、本当に生命線になりましたしね。このご利用で本当に当社が今まで何とかやってきてくれたと思っています。また新しい、魅力のある路線としてですね、たくさんのお客様、日本全国海外のお客様を含めてご利用してほしいと思っております。 JR 四国では限定切符の販売や達成日を当てるクイズなど、さまざまなイベントを通じて3億人達成の節目を盛り上げていきたいとしています。